はい、皆様説明はご覧いただけましたでしょうか。ということで今回紹介するのは、ちょっと持っててください。はい、行くぞ。まずは、はい、ここ新潟県のからの、はい、ここ新潟市、はあ、西関区にあるここ、じゃーん、岩室屋です。わあ、なんて上手な絵なんでしょう。はい、はい、ということで今回は岩室屋にオンソムナナミン行ってまいります。よし、行くぞ。はい、ということで今日は岩室屋の鈴木さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずはじゃあちょっと売店とか見させていただいてもいいですか。はい、はい、どうぞ。わーい、じゃあ歩きます。はい、じゃあちょっとお土産見ます。はい、このここの場所ならではのお土産とかあるんですか。そうですね、新潟限定のお土産もあるので、例えばそうですね、サラダホープとか。はい、あ、サラダホープ。はい、サラダホープあります。あー、おー、あ、こんなにいっぱい味あるんだ。はい、知らなかった。はい、4種類。あ、皆さん、小袋になって入っております。サラダホープってこんなに味あるんですって。あ、ちょっと私ドライフルーツ。皆さん、塩トマト知ってますか。私これ大好きなんですよ。美味しいですよね。そうなんです、美味しいです。めっちゃ美味しくて。そう、うん。そしてこっちにはお野菜。野菜、あ、すごい、朝どりアスパラって書いてある。うわ、取れたて。取れたてです。ホヤホヤってことですか。はい、あ、スイカもある。もうまさに旬じゃないですか、スイカは。あ、ナスも今が旬って書いてある、はい、しかもなんか安いですね。そうですね、お野菜、はい、地元の野菜は安いですね。安い。はい、なんか気になる一角を発見しました。こちら何ですか。ここは、はい、こちらは今黒湯シリーズでこちらの商品を販売しているんですけど、こちらの岩室温泉は、はいはいはい、お湯が黒いということなので、はい、黒かったです、はい、旅館のおかみさんたちが考案して、はい、作りました。そうなんですね、はい、で、こちらの黒助、黒助、はい、あとはこちらのトートバッグ。あ、これ、はい、トートバッグも販売しております。かわいい。これ黒い甘酒、あちゃ、ないんですよ、ね、あ、なかった。これはお店の方で。あー、なるほど、はい、ビールとかもあるんですね。ビールもあります。黒湯シリーズすごいな、はい、全部気になる。あと、湯べし。湯べし、はい、湯べしって何ですか。湯べしは湯べしはなんて言うといいんですかね。湯べし、グミみたいなの。グミですね。グミみたいな。これグミですね。ここに書いてありましたよ。もち米粉に黒ごまが練り込んである和菓子です。はい、こちら気になるのいくつかあるんですけど、はい、あの、買って食べてもよろしいでしょうか。お願いします。ありがとうございます。やった。どうしよう、迷う。はい、
始まりました、ななみんの黒湯コーナー。ということで早速私が選んでまいりました。それではまずはこちらの商品です。はい、クロスケ、なんかモナカみたいですよ。こちらクロスケなんですけど、桶に見立てた一口モナカの皮に黒湯をイメージした真っ黒なサブレを入れて焼き上げました。だそうです。じゃあ、うわ、黒い。じゃあいただきます。いただきます。うん、うん、おいしい。え、おいしい。うん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 、サクッとしてて甘くて、アーモンドとくるみの香ばしさもあって、いろいろ入ってます。すごい、黒湯食べたみたい。難しいな。続いてはこちら、じゃーん、黒温泉まんじゅうです。このおまんじゅうについての説明書きがありまして、人気の温泉まんじゅうと黒まんじゅうの組み合わせです。こちら黒まんじゅうは、あ、竹炭入りで、女性には嬉しいデトックス効果あり、温泉に入ってしっとりつる肌、おまんじゅうを食べて体の中からも綺麗に、ということで体にいいらしいですね。おー、まあ2色あるけどやっぱりこっちですよね。それではお茶を挟みます。いただきます。真っ黒なんですけど、いただきます。うん、うん、うわ、おいしい。うん、味はあのこしあんがとっても甘いです。あ、でも外側の皮の部分ちょっとしょっぱいかもしれない。うん、ちょっとしょっぱい。おいしい。そしてラスト3つ目はこちら、岩村温泉の素165円です。似てないな。岩村温泉の素、こちら食べ物ではございません、入浴剤です。いや、皆さんお家でも黒湯楽しみたいですよね。そんな方にぴったりの入浴剤をね、入れてお風呂に入るだけでもすごく効果がまちまちになるんですよ。なのでお家で楽しみたいと思います。はい、この3つが私が気になった黒湯シリーズですね。以上、黒湯コーナーでした。イエーイ。はい、ということで岩室屋紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。岩室屋はお土産も
たくさんあったりとか、あとは三直野菜だったり黒湯シリーズ、はい、いろんな食べ物やグッズもあったりして、すごい、ね、足湯もすごく楽しめるので、ぜひ来てみてくださいね。ということで、はい、ここ新潟県で、あ、新潟県の新潟市にある、はい、ここ岩室屋満喫させていただきました。オンソムナナミン、次回もお楽しみに。わー、似てる。オッケーです。これいいんじゃないですか。